よいしょ、金子でございます。ということで今日なんですけども、この前発見した市場に来ております。むちゃくちゃ良くてまた来ちゃいましたね。で今回ね、狙いの魚がありますんで、それを探していきたいなと思います。その狙いの魚っていうのがマグロ。マグロを買って作りたい料理があるんですよ。でマグロとあと一品なんか刺身で食べれるような鮮度のいい魚介があればちょこっと買ってお昼ご飯作っていきたいと思います。よし、行きましょう。相変わらず鮮度がええね。うわ、あるな、マグロ。もう早速マグロだ。うわすごいよ、マグロ。変な魚を追いかにうちのトロ使ってもらった。あ、ほんとすか。すごいよ、でかいな。これキハダじゃないかな。でかいな。これ1匹でだいたいいくらぐらいするんですか。16万ぐらい。16万ぐらいで買えるんですって、マグロ。でかっ。やっぱ100キロ超えになるとこのぐらいあるか。いや、これいいな。これちょっと一頃もらえますかね。このぐらい、指4本ぐらい。真ん中行っちゃいますか。そうですね、いい感じのところ。いや、めっちゃいいの見つけた。これはうまいよ。これはうまい。これは絶対うまい。天然本間ってね、なかなかね売ってないんですよ、スーパーとかじゃ。うわすげえ、いいね。あれだっす。うわ最高っすね。血合いもちゃんと取ってくれてありがてえな。まだ出始めだね。ちょっと油はまだ、うん、そうですね。でもさっぱり系で美味しいと思います、あれはあれで。いやー、いいの買えちゃった。ほら、ここにもね、もうこうやってさばいてね、小分けになったのも売ってますよ。うん、ちょっとたくさんいらないよって方はね、こういう小分けもいいと思いますよ。あと中落ちとかも売ってる。でもこれはね、早いもの勝ちですよね。中落ちは土曜日しかないんで。あ、やっぱそうなんですね。中落ちはもう土曜日限定みたいです。僕もね、市場にもっと人に来てほしくて。いやー、もう呼びましょう。市場の良さをね、もっとみんなにしてもらおうと思ってね、うん、ちょろちょろ YouTube もやってるんですよ。あ、本当ですか、うん、まあ、ちょっとまたお邪魔します、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、え、これって赤ウニじゃん。え、赤ウニじゃね、これって。マジでまたウニってなっちゃうけど、これなかなか売ってないからね。え、ウニこれ欲しいな。これバフンよりうまいって言われてる幻のウニちゃんですね。これ5個、これ5個ばか欲しいな。うわ、ありがとうございます。めちゃくちゃいいよ。俺もうね、食べれんと思った赤ウニのこの丸のやつって。前一回動画にしたことあるんですけど、それ以降ね、もう灰になって欲しいって言ってても入荷がなかったんですよ。普通にあった。もう今日は絶対これでしょ。よし、購入ということでね、家帰って料理していきたいと思います。それじゃあ帰宅。ただいまということで帰ってまいりました。素晴らしいの買えちゃいました。まずは今日はこちらのお目当てのマグロですね。マグロもね、短冊しかないかなと思ったら、ちょうど天然の本マグロの、しかも100キロオーバーのやつ、おろしたてのやつがあったんで、一頃もらいました。このブロックのことを、まあ、一頃って言うんですよ。皮付きでね、いただきましたよ。すごいいいですよね。まだね、油はそこまで乗り切ってないって言ってましたけど、でもね、ありますけどね、お腹のところだから。ほら、いや、あんまりね、油がね、ギットギットじゃない方が僕実は好きだったりするんで、このぐらいが最高ですよ。いや、そしてマグロもすごいんですけど、今日これですよ。びっくりした。あなたまだ愛知県にいたのね。こちら赤ウニですね。これ一見紫ウニに似てるんですけど、紫ウニとはまた違う種類ですね。このウニがもう最高にうまいんです。紫ウニと比べてね、ちょっと平べったいですよね。めちゃくちゃ大きいの売ってましたね。しかもね、これ5個で6000円ぐらいで買えたんですよ。めちゃくちゃ安いんですよ。破格の値段ですね。2万円ぐらいするかなと思ったんですけどね。で、マグロが1万4000円ぐらい。これもまたお値打ちなんですよ。いいものがすごく安いですね、柳橋。でもちょっと市場感がすごい強いので、初めて行く方とかは、まあ、なかなかちょっと萎縮しちゃうかなとは思うんですけど、物と値段は間違いなくいいですね。よし、そしたら今日はこちらの、今日のメインです。マグロを使って、日向丼というものを作っていきたいと思います。日向丼がですね、大分県の方の郷土料理ですね。ちょっとね、郷土料理のシリーズをやっていこうかなと。本当に面白い魚の郷土料理いっぱいありますんでね。
そういうのも僕のチャンネルで紹介していきたいなと思います。今日は大分県の日向の作っていきたいと思います。でウニはね普通に剥いてお刺身で食べたいなと思います。ほんと殻付きのウニを見ると中身が気になっちゃう。それに今日は赤ウニでしょう。すごく楽しみです。よし、そしたらまずはマグロからさばいていきたいと思います。でまずはブロック状のものを柵状にしていきます。柵取りですね。で血合いが少しここについてますんで、この段階で血合いは取っちゃいましょうか。この血合いもねフライとか煮付けとかにするととっても美味しい。しかも栄養満点らしいですよ。鉄分豊富でね栄養抜群です。そしたらねここが赤身ですね。で赤身でその赤身の下ここが中トロですね。で中トロででお腹の方に行くにつれて、まあ、大トロってなってきますね。まあ、好みによるんですけど僕はね昔はこの大トロの脂バリバリのとこが好きだったんですよ。でも年を取るにつれてこういう風になってきましたね。こうちょっと脂の薄めのところがね。でみんな最終的に行き着くとこはこの赤身って言われてますよね。でも握りは僕中トロが一番好きなんですよね。中トロって酢飯との相性抜群なんですよね。よし、じゃあまずはさばいていきましょうか。いろんな柵取りの仕方あるんですけど、まずは僕ここで一回赤身を取っちゃいます。ちょっと大きめに。こんな感じで。これ赤身ですね。赤身が取れましたら、中トロ柵取りしていきましょうか。こっちからいきます。一つ。で、皮まで行ったら、皮を取ると。よく見る形になりましたね。これが油薄めの中トロですね。一発目。で、ここからどんどん取っていきます。入れて、取っていくと。できるだけ一立ちで。あんまりギコギコすると切り口が汚くなっちゃいますんでね。ここら辺からも大トロ入ります。やっぱ天然なんでね脂がいいですね。ここら辺から大トロ硬くなってきます。でまだこうやって膜がついてますんで膜も取っちゃいましょうか。柵取りしてから膜取ってもいいんですけど、まあ、このぐらいだったらこの段階で膜取っちゃいましょうか。膜はねちょっと硬いのでお刺身には向いておりません。でこういう膜にこうやって残った身もスプーンで削いでネギトロみたいな感じにして食べるとすごくうまいです。ネギトロって本当はそういう風に作られるものなんですよ。市販で売られてるやつはもういろんなマグロの身を合わせたりサラダ油とかを混ぜてネギトロ風に作られてるだけでね、本物のネギトロっていうのは本当にちょっとしか取れないんですよ。希少だしお寿司屋さんで頼むとめちゃくちゃ高いです。なんでネギトロって言って軽い気持ちで頼むとすごくびっくりしますよ。でもうまいですけどねネギトロは。ネギトロにたくあんを刻んで合わせたものをトロタクって言うんですけど、トロタクの巻物なんて最高にうまいですからね。よっ。ほら、もうここら辺とかも大トロですね。うまそうだ。で、まあ、ここら辺まで来たら、ここ取っちゃいましょうか。ほら、うわ、この感じ。ザ、大トロですね。でこの白いところ、今日あえていっぱい残しましたけど、これ皮下脂肪なんですけど、ちょっとね、刺身で食べると硬いんですよ、うんね。見栄えはすごくね、大トロって感じでいいんですけど、実際お刺身とかお寿司にするときは、こう取った方がいいですよ。で、こういう残ってるところは、こういうスプーンで、カリ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 と。取っていくと、こうやって、ネギトロが取れます。そしたら赤身がちょっと大きいので、これも柵取りしていきます。ほんで柵取りするときに、このまな板、さっきまで使ってたまな板ですね。これ絶対綺麗に洗ってください。なんでかというと、マグロの皮の、この皮の方ですね。こっちがベタっとついてたじゃないですか。マグロの皮とかって、結構雑菌がついてるんですよね。割と鱗が細かいんですよ、マグロって。100キロのマグロでも、こんな鱗は細かいんですよ。で、これ鱗もね、ちょこちょことついちゃったりすることありますんで、まな板の上にもう一回身を乗せるときは、まな板をきれいに洗剤で洗浄することですね。こういう柵取りしてるときは、まな板に直接つかなかったんでよかったんですけどね。まな板に身を乗せるときは、必ず皮の雑菌がついてないきれいなまな板で、さばきましょう。まだまだ暑い日が続きますんでね、食中毒の心配とかありますんでね。お家でもね、食中毒対策はしっかりした方がいいと思いますよ。で、水気をしっかり取って、そしたらそこにアルコール、食用アルコールですね。こういうのもシュッシュッシュッとして消毒してあげるともう最高ですね。
水気をしっかり取ってからアルコールしないと、アルコール全く意味ないですからね。できるだけ水気のない状態でアルコールをしっかりかけると。包丁もですね、しっかり汚れとか水気を拭いてアルコールをかけると。なんか衛生講習みたいな動画になっちゃいましたね。そしたらマグロちゃんですね、うん、筋がこう入ってるんで筋を立つ感じにいきたいので、まずここで1本取りますか。天身って言います。これ天身を1個取って、もう1個取るか。天身2つ取ってこんな感じ。そうすると筋がこういう風にきれいに入りますよね。そしたらこっち向けてこう入ってるんでこういきますか。こんな感じ。よし、まあ、こんなもんでいいでしょう。で、日向丼は、まあ、赤身を使いますわ。赤身と、まあ、でも中トロもあるんで中トロも使いますか。じゃあお好みの形に切っていきます。ぶつ切りでいきます。で、こういうね形の悪いところはもうぶつ切りで。マグロのぶつ切りってうまいですからね。で、こういうところはちょっとこう刺身で切るのにはここが欠けててみっともないじゃないですか。そういう時はここで一回成形しちゃう。で、綺麗な柵を1個作って、で、こっちを捨て柵って言って、犠牲にします。で、犠牲にした方を、こうやって、ぶつ切りにしていくと。今日、マグロいっぱいあるんで、いろんな人に配りたいと思いますんでね。今日は赤身こんなもんと、で、この中トロもね、この白いところ、僕取っちゃいます、ここは。見栄えはいいんですけど、大トロと一緒でね、やっぱちょっと硬いんですよ。すごく。噛み切れないんですよね。なんで、必ず白いところは取った方がいいと思います。で、中トロも、ぶつ切りでいきますか。贅沢だ。よし、これでマグロの仕込みの完成。赤身と中トロ。さあ、そしたら赤ウニをさばいていきますね。中身が気になる。一番大きいやつからいきますか。さあ、ではいきますね。ちょっと痛いのでタオルで押さえて裏側めくって陥没させます。包丁の角っこでね。殻が硬いな。さあ、身がどうだろうな。本当にウニって割ってみないと分かんないですからね。大きくても身がこんなしかない時ありますから。でもね、今時期的に当たりだと思うんですよ。赤ウニって取れる時期が本当に限られてます。本当に夏のちょっとの時期しか取れないんですよね。取れないし、しかも年々いなくなってるらしいんですよね。お、良さそう。いいんじゃない。ちょっと一回洗いますね。はい、洗ってきました。いいウニが入ってますよ。これめっちゃいいんじゃないかな。ほらほらほら、大きいウニが入っておりますよ。で、この状態でこのウニとウニの間のこの殻、これをピンセットで掴んでパキッと割っていくと、ウニを傷つけないようにこう入れてパキッと。しかもこのウニって地元で取れたやつなんですよ。愛知県産なんで、もう鮮度が抜群にいいんですよね。はい、こんな感じ。そしたらお水にお塩入れて、で、混ぜ混ぜと。で、ザルをかませて、で、ここにウニを落としていきます。このウニの幅より小さいスプーンでやろうとするとウニの身が割れちゃうんですよね。結構ね、経験上割れちゃうことが多くて、なんでウニの幅より広いスプーンでやると綺麗に取れますね。くるっと、うまそう。で、上から行ってもいいんですけど、まあ僕の場合こう下からぐんと行った方がやりやすいですね。くるっと。で、この段階でこういうヒレヒレがついてたら取ると。ウニはね、散々僕の動画でやってますんでね。あ、知ってるよって方多いと思いますけどね。この動画から見てくれる方もいると思いますんでね。説明はね、毎回毎回していきますんでね。はい、こんな感じですね。これね、控えめに言って大当たりですね。いや、この赤ウニだけで一本動画にしたかったなっていうぐらいのレベルですね。前やったのこの動画だから3年ぐらい前って話ですからね。3年間毎年求めてましたけど、一回も入りませんでしたからね。そんなんが急にあったらね、買っちゃいますよね。こういう感じでどんどん剥いていきますね。これものすごく色がいい。別に色が悪いからといって美味しくないわけじゃないんですよね。でも色がいい方がこう見栄えがいいんでね、価値も高いと言われてますね。同じ場所で取れたウニでもこの色が違う場合よくありますね。そしたらこうちょっとね、殻とかがこうやって入ってる場合がありますんで、こう殻とか、あとこう膜、取り残した膜をこうやってピンセットで一つずつ丁寧に取っていきます。
これがウニをさばく上で一番大事な工程ですね。はい、そしたら取り終わったらウニを1個ずつ巻き簀の上に置いていって水を切っていきましょうか。これとか素晴らしいね。で、赤ウニはさばきやすいですね。身が剥がれやすいと言いますか、紫ウニとかよりさばきやすい気がします。で、粒がなんかしっかりしてる気がしますね。これが剥きたての赤ウニ。はい、出来上がり。タレを作っていきましょう。タレが重要なんですよ。まずは煎りごま 20g ぐらいで、お砂糖を 30g 結構入れますね。で、ゴリゴリとすります。はい、OK。 で、今日はね、きび砂糖を使いました。まあ、お好きなお砂糖を使ってもらえばいいかなと思いますよ。で、ある程度ごまがすれていい香りがしてきましたら、ここに卵黄を入れます。今日これウコッケの卵がありましたんで、ウコッケの卵の卵黄を入れていきます。普通の卵黄だったら1個でいいと思います。でも、ウコッケの卵黄はちょっとちっちゃいと思うんで、2つ1つ2つ。まあ、でも卵黄はたくさん入ってた方が僕好きなんで、クリーミーな感じでね。で、お醤油もここで入れます。 40cc お醤油40で、みりんを、まあ、小さじ1ぐらいですね、ちょっと入れます。で、お酒も小さじ1ぐらい。お子さんが食べる場合はお酒入れなくていいかなと思いますよ。で、あとはこれを混ぜると、混ぜ混ぜと。で、砂糖のザラザラ感がなくなってきたら OK。 そしたらここに先ほどのマグロちゃんですね、マグロをドサッと入れます。で、このタレにマグロをしっかり絡めていくと、うまそうですね。これで一応完成。そしたら薬味を切っていきましょう。浅つきですね、ネギの細いやつ。ない場合は普通にネギでいいと思います。そしたら生姜ですね。新生姜なんで皮は軽くこするぐらいでいいですね。で、薄く切っていきます。こんなもんですね。はい、薄く切れたら伸ばして、ちょっと幅が大きいんで半分にしましょうか。半分にして、で、こうくっつけて細く切っていきます。で、ちょっと氷水にさらします。そしたら温かいご飯にこちらの特製ダレに漬け込んだマグロをドサッとドサッと、タレも多めにのせていくのがポイントですよね。そしたらここにネギを散らして、生姜も添えたら、はい、こちら日向丼の完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらが大分県の郷土料理、日向丼ですね。食べてみたかったんですよ。こちらが幻のウニ、赤ウニですね。剥きたてですよ。じゃあまずはね、味の繊細な赤ウニさんの方からいきますか。大粒の、どれいこうな、ここら辺いこうか。この大粒プリップリ。そしたら今日はね、あえて醤油はつけません。ウニはね、このすだちとかかぼす、これ柑橘系の果汁と、でちょこっととお塩、これがうまいんですよ。いただきます。うわ、やっば、うーんま。今まで食べてたウニは一体何だったんだっていうふうに思っちゃいますね。板に乗っけられてる赤ウニとか瓶詰めの赤ウニは結構あるんですよ。インターネット通販とかでも買えるんですけど、生きてる赤ウニを仕入れることってめちゃくちゃ難易度が高いんですよ。本当に難しいんです。赤ウニって紫とかバフンよりちょっと弱いんですよね。で、それにね、水深も結構深めのとこにいるんで、数も少ない、取るのも難しい、生かしとくのも難しいってね。でもやっぱり生かしのウニをこう割って割りたてを食べると全然違いますね。これうますぎるな。いろんな人に食べさせたいっていう気持ちはあるけど、これ食べちゃうと他のウニに戻れなくなるからいいのかなっていうのはありますね。うまい。雑味がゼロですね。ウニの意外がってした感じ全くないですよ。
果物を食べてるみたい。ウニが好きっていう方はこう死ぬまでに1回食べてほしい味ですね。この割りたての赤ウニ、ちょっとこれはあんまり食べ過ぎるともったいないな。晩酌でチビチビ食べますね。お次はこちら、日向丼いきましょうか。本日のメインですよ。中トロと赤身が入り混じってますね。ちょっとねこうよそっていただきましょうか。マグロをたっぷりとね。うわー、こう味が濃そうだな。濃くてうまそうだ。ではこちらいただきます。じゃあまずは赤身のところと一緒にいきますか。いただきます。うーん、激うまじゃん。甘くて美味しい。うわ、これめっちゃうまいな。これ嫌いな人いないかも。マグロの風味は残しつつ生臭い感じをこのタレがねかき消してますね。でこれはね、キハダマグロとかバチマグロでやるんじゃなくて脂の乗った本マグロでやった方がいいかもしんない。キハダとかでも美味しいと思うんですけど、脂のある本マグロでやった方が絶対美味しい、そういう料理ですね。キハダとかだとちょっとタレに負けちゃいますね。これね、だし用意してあります。だしをかけてお茶漬けみたいな感じにしたら相当うまいと思う。いただきます。これだよ、うめえ。これみんなやった方がいいですよ。これもっと全国的に流行ってもいいと思う。これ家でも簡単にできるしね。はい、ということで今日はこちらの日向丼と剥きたての赤ウニときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん、銀色のやつ、ジョッキ缶開けてモコモコモコっときたらいただきます。あー、うめえ。濃い味と合うね。そっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は朝市で購入したマグロを使って大分県の郷土料理日向丼作ってみましたけども、むちゃくちゃうまかったですね。卵黄が入った濃いめのあのごまベースのタレがマグロとよく合うな。あっさりしたマグロでも美味しいと思うんですけど、やっぱり本マグロで作ったから今日あんな美味しかったのかなと思いましたね。でまた今日の本マグロもね、クオリティが高い。夏の本マグロは冬のマグロに比べてはちょっとまだ脂は乗り切れてないんですけど、まだそれはそれでさっぱりとしたいい味がありますよね。まあ、でも脂ありましたけどね。うん、冬はねもっと脂乗るのかなと思いますね。でも僕はあのぐらいが好きですけどね。ほんで赤ウニですよ。まさか赤ウニがあると思いませんでしたね。本当にあの市場掘り出し物がありますんでね、また行きたいと思います。はい、というわけで今日はよいしょ、バイバイ。